お初にお目にかかります、島東子と申します。今日はカウントダウンボイスということで呼ばれたのですが、九段のフォークロアの発売日がついに明日ということで、本当に喜ばしいですね。沢子さん、咲夜さん、東さん、秋梨さんたちも発売するのを本当に喜んでくれて、私としてはみんなと会えるのはとても嬉しいですけど、少し恥ずかしい気もします。実は粗骨者だとか、口笛が吹けないことが分かってしまうとかでもやっぱりお会いできることの方が嬉しいですね。あ、そろそろお時間ということなので、最後にスケラスパーロ新作九段のフォークロア発売は明日です。